あ、いらっしゃいませ。失礼します。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。あ、どうぞどうぞ、こっち来てもらって。久です。お久しぶりですね。ちょっとね、何恥ずかしがって顔ばっかりしないでください。大阪の家。あ、え、マジですか。家ですけど。え、なにこれは。赤服です。赤服、あ、あんこまみれのやつだ。あ、そうです。はい、どうも、ありがとうございます。いただいて。お久しぶりです。お久しぶり、初めてじゃないの。そうですね、メインチャンネル。メインチャンネル、はい、初めてです。はい、ということで、さくらさん。薬学生で、はい。薬学生ってことだよね。でも、最近卒業しました。あ、JK ブランドなくなったみたいな感じだ。卒業は決まって、はい、2月に国試なんで、それまでは一応薬学生やらせてもらおうかなって感じ。あ、なるほどね。あ、2月に国家試験。国家試験が、え、結構めちゃくちゃ大変なんじゃない。やばい。え、だってさ、看護師とか俺知り合い結構いるけど、もうハリーポッター2冊分のさ、やつを付箋ブワー貼って。そうですね、マジこんなぐらいで全教科。え、これ覚えるんだ。覚えてこんだけ覚えて345問です、出るのは。とんでもないね。じゃあごめんなさい、薬学生トレーニーさんすごいね、あの減量すごくてね。うん、いやだから俺女性で、その何、相方っていうか彼女みたいな人でさ、トレーニングしてる人って出会ったことない。あ、そうなんですね。あ、でもそうですよね。だからちょっと、うん、だからちょっとどんな感じになるのかなと思って、今日ちょっと減量食作ってもらって、はい、あの、え、どれぐらい痩せたんだっけ。今年は6キロ。6キロって相当だもんね。だって今の体型から6キロみたいな感じです。そうです、そうです。相当カリカリだ。ちょっと後で動画とかくれないですか。あ、使ってください、はい、試してね。あ、私の減量食、はい、量は私の量でいいんですか。あ、もちろんもちろん。今満腹だから、あんま腹減ってないから、どれぐらい我慢でき、どれぐらい痩せんのか。なるほど。女性視聴者結構増えたのよ俺。あ、そうなんですね。最初頑張って、最近、いや俺マジ結構最初 12% だったんですよ。おお。今約30です。すごい、はい、すごいです。その減量食作れる女性って結構レアだから。いや俺も今ちょっと婚活中でね。あ、なるほど。いやその筋トレしてる人の方がいいのか、筋トレ、あ、理解してる、理解がある人の方がいいのか、理解なくちょっと私ポテチ食べちゃうみたいな人の方がいいのかっていうので、どっちがいいかを、はい、ちょっとごめんなさい、さくらさんでちょっと見定めさせてもらって。なるほどなるほど、はい、まあ、やっぱ理解してるじゃん。そうですね、我々ボディービルダーのことを。じゃあちょっと、はい、いいですか。じゃあ、はい、朝は、朝は玄米と、はい、玄米とえのきと、えのきいのきみたいなイントネーションだね。え、えのきじゃないですか。えのきじゃないの。えのきですよね。えのきなんだ。彼氏の分も、そのほら筋トレしてたらさ、彼氏が作ってあげるの、ご飯作りますね、一緒のもの。減量食を、はい、まあ、減量食っていうか筋肉飯を、はい、え、マジで。筋肉飯しか作れないんですよ、逆に。煮込みハンバーグとか。ああ、肉じゃがとか逆に作れないんだ。あの、めちゃくちゃ見ないと無理です。あ、作れて顔まんがいみたいな感じ。あ、そうです、そうです。お肉で取り、あ、そうです。あ、なるほどね。あ、ぶち込む気は大丈夫です。逆に家庭料理作れないんだ。あ、そうです。ああ、じゃ、じゃあまず朝ごはんから。はい、まず朝ごはん、朝ごはんは大丈夫だそれ。え、チンして入れんじゃないの。あ、炒めるからいいか。あ、そうか、逆になるんだもんね。じゃあデートとかしてさ、そのほら、うちら、うちとかだったらさ、ほらなんかそのイタリアンとか行かれるとさ、パスタとかがいいって言うとさ、ちょっとうってなるのよ。うわ、覚悟するかみたいな。ちょっとグルテン入れちゃうか。今日はまあしょうがないの、明日朝昼抜いてみたいな。なんだけど、え、さくらさんの場合どうするの。彼氏がさ、じゃあ今からマック昼行くとかなったら、あー、枝豆コーン食べます。え、何マックで。全然、あの、イタリアン行くなら全然行きます、私サラダ食べるんでみたいな感じになっちゃうかもですね。現実であれば。新しいな。ジムデートありですか。ありっていうか、いや、ジムデート、いや、仲良くなってからじゃない、そのデートを仲良く重ねてから、もう行き尽くした後に。そうですよね。うん、ちょっと補助手伝ってくんないみたいな。でもなんかジムデートって、もう、うん、なんかやることなくなった人がやる、まあそうだよね、イメージ。はいはいはい。で、これに鶏ガラスープ、鶏ガラの素を入れます。うん、え、毎日じゃこれ食ってたんだ。あ、減量期食べてましたね、朝。へえ。で、満腹感すごくて。あ、えのきでかさ増しすんだ。あ、です、そうです。
でもやっぱり大会とかさ、やっぱり理解してくれないじゃん、彼女って。なんで出かけないのとかなんでそんなイライラしてんの、そうなんでそんなイライラしてんのって言って、なんで一食ぐらい食わないのみたいな。いやそれはそう、いや私料理作るって言ってさ、料理作ったのはいいんだけどさ、油とんでもなく入ってたりなんかやたらうまいの。いやそれそれやたら今日の鶏もも肉うまいなと思ったら超オリーブサラダ油使ってるやつね。そういうのさ、逆にどうなんだろう。そう、減量末期になると女性ってどうなるの、イライラする。ああ、私はあんまりなかったんですよ、うん、あ、ないんだ。いや、俺はその減量初めてした時に、その前の奥さんと一緒にいてさとんでもなく喧嘩したんだよ。あ、自分でもおかしいぐらい、うん、だから減量末期ってさ、そのほらカップルの中をね、トレーニングって壊す唯一の、うん、それはめっちゃ分かる、うん、普通のカップルがさ、歩まないさ破局の道をさ、作るじゃん。さくらさんがもし彼女とかだったらさ、あ、これ入れちゃっていいの。あ、じゃあイライラとかしてたらさ、で気持ち分かるわけじゃん。で、どういうその対応とかになるの。普通の女性だったらさ、逆ギレされてさ、あ、連れてきやみたいな、こんな生活するために私おめえと付き合ったんじゃねえんだよみたいな。なりますよね。うん。さくらさんどういう感じでじゃあ言うんですか。そういうことは言う。あ、言わないです、ね。言わない。言わない。なんていうの、その彼氏が腹減ったやべえ。もう死にそう、今日もトレーニングやばいわ、もう明日も飯食えねえ。あとちょっとや、頑張れ。あ、そう言ってくれるんだ。最高じゃん。どっか出かけてとか言わないの。あ、言わないです、ね。大会終わるまでずっと我慢、自分は。すごくないそれ。マジで本気で言ってる。ガチですね。あの、カバー業とかしてないんですよ。いや、本気で言ってんだよ。本気。400キロカロリーぐらいですかね。バキバキになってさ。いや、そうですよ、そうですよ。鎖骨周りとんでもない。雨水溜まるぐらい。いや、本当に。くぼみできて。胸だってなくなっちゃう。シンプルに疑問だけど、なんでその女性はさ、男はほら、バキバキな腹筋見したいとかさ、ほら絞った方がかっこいいみたいなあるじゃん。女性ってさ、女性らしさからなくなってくるじゃん、やっぱり。なんで大会出るの、それ。大会出ないとあの姿は見れへんから。でもやっぱ、うん、でもなんかガリガリになりたいわけじゃないけど、まあガリガリになっちゃいますよね、うん、筋量がまだないから。そのなんか、その何、絞った先の体に美学を感じてるみたいな感じなのかな。でもそれキープは無理やから、うん、なんか1年に1回ぐらいそれ見れたらいいなみたいな。でもなんか減量して、あ、成長してるみたいなの見れる、減量にめっちゃ思います。1年に1回ぐらいは。じゃあこれ朝ごはん。これ朝ごはんで。面白いな、筋トレ女子がもし彼女だったらって、なんかちょっと新鮮だね。え、外食とかどこ行くの大体。東京であれば筋肉食堂。でもネタで言ってるでしょ。ガチです。マジで筋肉食堂喜んでくれるの。え、最高じゃん、それ。筋肉食堂最高です。マジで。あー、夜は炭水化物取んないんだ。うわ、結構きついな、それ。やっぱ食べますか。いや、俺結構炭水化物食べちゃうね。だからはい。え、朝は、じゃあ減量って何時に起きるんですか。私、5時です。5時早っ。6時半とかから食べ始めて。結構腹減んない。そうですね。で、昼が11時で、で、夜が5時で寝ます。えきつっ。で、朝ペコペコで6時半とかに食べる。あ、そういう体になってんだ。え、ちょっと待って待って。さっきだいぶ質素になったね、これ。あ、じゃあ100から、じゃあこれの半分ぐらい食べていいんだ。いや、でも確かにトレーニー彼女っていいな、そしたら。あ、じゃあカーボ100で。はい、カーボが通じるんだもん。え、F とか通じるわけでしょ。 F 今日10で P じゃあ30でお願いとか。振っといてみたいな。これ朝ごはん。はい、これ6時に食べるんだよね。あ、そうです。で、6時昼ごはんがこれ。はい、これは11時ぐらい。11時で、夜5時。5時。できねえ。なんか1日だけカーブめっちゃ食べていいよとかはあったけど、ちょっとこれ今食べちゃうと量がなくなっちゃうから。じゃあ、ありがとうございました。食べへんね。はい、ここからスタートなんで。あ、なるほど、はい、経過報告楽しみ。経過、はい、動画見て判断してください。ちょっと頑張って、ちょっと大会思い出してスイッチ入れてやってみるわ。ちょっと大会なくてこんなんできないくないですか。いや、だからそれやったことないから。ああ、なるほど。で、動画の企画で やるの初めてなんで。これ減量企画。そういうことですね。断食とかできんのよ。あ、逆に。あ、
もう水3日間飲ま、水だけで3日間みたいな。こういうちょっと減量食で普通の日常でやるの初めてなんで、うん、そっちの方がしんどいですね。なんか食べたら食べたくなりますもん、ね、いやそうどうなんだろうね、わかんない。頑張って、とりあえずこれなんだもんね。はい、これで頑張って、はい、ちょっとあと動画ちょっと送って、はい、はい、ってことでトレーニングのさくらさんでした。ありがとうございました。はい、おりゃ10月13日7時49分さあ行くぞ。めちゃめちゃ目覚めがいつも9時半に起きるんですけど今日8時に起きました。やっぱり胃に何もない、あんまない状態で寝るとマジですげえ浅いね。うん、はい、2日目10月14日の1時16分。やば、腹減る、やばい。うん、まずいなこれ。22時37分もうやばい、3食やばい。もう11時ぐらいに鶏の胸肉しか食えないからもう10時間ぐらいずっと空腹続いて、で今やっと食えるんだけどもう炭水化物ないから、うん、レタスがうまっ。やばい、マジ腹減りすぎて超早起きになった。一気にいつも10時ぐらいに起きるんだけど今日7時に起きたんだけど、無理、もう無理だ無理だ。2時29分なんですけど、なんかダイエットできない人の気持ちがちょっと分かった。いやこれできないわ、やっぱり目標と覚悟がないと人間って何も続かないんだね。2日半ちょっと今もう食っちゃってさ、もう体重乗るの忘れちゃって食っちゃって、もうやばい今日台無し。65.6? え？2日半で2キロ痩せたよ、やば。まあ、減量したことある男が目標もない大会も出ずに減量始めようとすると、しかも女性の末期の食事持つの2日半でした。いやダッサ、え、こんな続かない俺。いやそりゃダイエットできない人多いわこれ。一番幸せ、ありがとう。それ以外にいっぱいみんな頑張ってるわ、ありがとうね。その許して食べちゃえね、ありがとう。俺食べるから今から幸せ。No.